キューブにおいて最も大きなポイントが入りました。さすがっす。プレイヤー6撃破されました。見つけた。いっぱいやっつけちゃうから期待しててね。おっしゃ、ボコボコにしてパーツ奪ってやんよ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。やった、クエストクリア。いい調子だね。プレイヤー5撃破されました。プレイヤー6撃破されました。流れるようなダブルキル、非常に鮮やかなプレイです。今日のエースパイロットは君だ。プレイヤー4撃破されました。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。さすがっ
バカな、俺の最強のガンプラが負けるなんて。大佐のおかげで大勝利、シオン公国に栄光あれ。シオンちゃんすごい、あんなに強かったなんて知らなかった。森田先輩、ランキングは低いけど奪ったパーツの力でそれなりに強かったはずなのですが。森田さん、これからは反省して清く正しく美しく生きていってほしいの。け、負けたからには仕方ねえ。奪ったパーツは全部返してくるぜ、それでいいだろ。いいよ、森田さんも前は純粋にガンプラを楽しんでいたんだもんね。ガンプラを愛する気持ち、シオンにも伝わってきたよ。その純粋な気持ち、パーツを返すという正しき行為、これこそ我らシオン公国の正義の証なのです。なので今日から森田さんはシオン公国の忠実なる民として生きるのです。シオン、え、なんだよシオン公国って。一応俺ラプラスの盾ってチームに入ってんだけど。シオン公国はガンブレ学園の優良種を集め建国されるシオンによるシオンのためのシオン公国なのです。シオン公国の民になってくれないの？なります、ならせてください。やったー、大佐に続いてまた優秀な民が増えた。この調子で頑張るぞ。ジークシオン、ジークシオン、ジークシオン、ジークシオン。ユイ先輩、これはもしかして軒を貸して母屋を取られるという展開になっていませんか？シオンちゃんきっと何か考えがあるんだと思う。だからもう少し見守ってみない？わかりました。ジークシオン、ジークシオン、俺らの権利を取り戻すためにジークシオン。本当に大丈夫かな？今日もシオン公国のために頑張るぞ。エイエイオー、エイエイオー。シオンちゃんがいるのはわかるけど、森田くんまでいるなんて、サイドゼロが受け入れられてきたってことでいいのかな？違うと思います。森田先輩はシオンに会いたいだけです。なんだよなんだよ、仲良くやっていこうぜ。はあ、頭の痛い問題が。マリカも何か言ってあげて。って、マリカ？マリカ、さっきからずっとスマホ見てるけど、そんなにチャット忙しいの？すみません、その、お母さんの体調が良くなくて、それで。え、大丈夫？今すぐ家に帰った方がいいよ。そうします。あの、それじゃ、また明日。結局昨日マリカちゃんのお母さんは大丈夫だったのかな？本当にお母さんの体調が悪かったのでしょうか？え、どういうこと？遅くなってごめんなさい。昨日はお母さんが風邪で、味見ができなくて。あなたは嘘をついてます。え、何か事情があるってシオンにはわかるよ。マリカさんは好きで嘘をつくような人じゃないから、本当のことを聞かせてほしいな。嘘なんてついてません。あの母の具合が良くないみたいなので今日はもう帰ります。それじゃあ。マリカちゃん、何があったのかしら？悩み事があるなら相談に乗るのに。あとを追いかけましょう。こんなこともあろうかと
マリカの腰にシーナリーパウダーがこぼれる袋をつけておきました。ジオラマで地面を表現するときなんかに使う粉ね。で、イオリちゃん時々すごいよね。どうやら彼女はこの中のようです。ここは第ゼロにガンプラブ。すごいです。最新のガンプラ加工設備が整っています。高価な新型のバトルシステムまであるなんて驚きです。こんなに整った施設があるならここをシオン公国の本拠地にしちゃおう。それは私たちのチームに入るということかな。あなたは榊シモン。そう、輝ける精鋭部隊ゴールデンコスモスのリーダーだ。学園のアイドルである大空寺君が私のチームに入ってくれるなら願ってもないことだよ。私の財力と大空寺君の人気があればゴールデンコスモスは生徒会長を率いるラプラスネストをも超える力を手に入れるだろう。このガンブレ学園を手に入れたいと思わないかい？え？思わない。大空寺君はもう少し賢いと思っていたが、では仕方ない。ガンプラバトルで勝った方が言うことを聞くというのは。ガンプラバトルで勝てばここの施設を使えるの？やる！やっちゃう！そして勝ってみせちゃう！そう簡単に勝てるかな。諸君らのデータは全て筒抜けだ。そこにいる桜井君のおかげでね。マリカちゃん、どうして？簡単な取引をしたのさ。予算の都合により第08物質を取り潰そうという話が出てね。みんな賛成したが私は反対した。金がないなら私が出すとね。桜井君の腕を惜しんだからだ。バトルの腕は最低クラスだがガンプラ作りだけは素晴らしかったからな。そこであのカビ臭い第08物質を潰さない代わりに私のチームのガンプラを作らせることになった。ついでにサイドゼロの情報も手に入れたというわけだ。そんなの脅迫と一緒よ。マリカちゃん、こっちへ。おいおい、そいつは裏切り者だぞ。違うよ、マリカさんは裏切り者なんかじゃない。シオン先輩、マリカさんは愛と笑顔と勇気と自由を愛するシオン公国の民として戦ったの。卑劣なやり方でシオンの臣民を汚した罪は重いんだから、シオンがバトルで懲らしめてあげる。行くよ大佐。何の話だかさっぱりわからんが、バトルなら受けて立とう。そして大空寺君の人気は私のゴールデンコスモスがいただく。ガンプラバトル開始だ。ガンプラバトルあるところに放送部あり。今注目のサイドゼロが新たな強敵と熱いバトルを繰り広げます。財力に物を言わせて設備を整え、ガンブレ学園一の豪華ガンプラを揃えるゴールデンコスモス榊シモン。学園のアイドル大空寺シオンの人気と第ゼロ二ガンプラ部の最新ガンプラ加工設備をかけたバトル、今回も目が離せません。さあそれでは激戦のガンプラバトルにレディーゴゴールデンコスモス榊シモン出る。
私放送部部長釈野凛子が行いますよ。正常なる学園のために私は戦う。さあかかってこい。チームレッド、キーパーストをダッシュ。
このまま回収できれば高ポイント獲得です。そのキーパーツシオとの握手券と交換して。ダメ、やっぱダメ。目標を駆逐します。プレイヤー4撃破されました。次のクエストに移りましょう。役に立てなくてすみません。次のクエストで挽回してみせます。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。なんだと。薄汚いガンプラメ、メスキュル。やりましたねチームブルー、これは大きなポイントです。ああ、もうダメダメだ。仕切り直すぞ。見つけた。失敗やっつけちゃうから期待しててね。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。なんだと。プレイヤー2撃破されました。失敗ですね。次のクエストではポイント獲得なるでしょうか。なんだと。コンテナ破壊のクエストですね。機体強化にはやはりコンテナですよ。コンテナクエスト開始ですね。足手まといにならないよう頑張ります。バトル終了です。サイドゼロがまさか、まさかの大勝利。そんな原型からカスタマイズした私の最強ガンプラが負けるなんて。ガンプラの性能の違いが戦力の決定的な差ではないということです。このガンプラに何百万かかったと思っているんだ。原型、素材、海外製の高級塗料、そしてこの設備、これらを使った私のガンプラが負けるはずがないんだ。どんなに優れた機体があっても扱う人がおごり高ぶっていたらダメです。おごり高ぶっていた。そうか、金に明かせて優れたガンプラを作らせてもそれを扱う私自身が見合っていないということか。仏作って魂入れずということですね。その通りです。ガンプラに魂を入れるのは扱う人なんです。私の戦い方はガンプラビルダーの道を外れたゲスなやり方だったというわけか。桜井君、すまなかった。私は今日、今この時から心を入れ替え、シオン公国の民として一からやり直すことを誓おう。ジークシオン、ジークシオン。これでまたシオン公国の新民が増えたね。それに豪華設備まで手に入っちゃった。この調子で頑張ろうね大佐。ジークシオン。これって生徒会打倒に向かっている